いですね。ということで、あれでも松井くんってさ、はい、なんて呼んだら一番ベストベストなの？神戸の鉄人かウルトラマンか、まあ、松井くんでいいですか？結果松井くんで、結果松井くんってことで、神戸の鉄人松井くん、よっよっ、松井です。そして準レギュラーケンちゃん、はい、ちゃんと準レギュラーなかなか喋るということで、今日はお二人来ていただきまして、はい、ありがとうございます。明日、広島のランフェス開催ということで、ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ぶっちゃけケンちゃんの力なかったらちょっと終わってたかも。いやいや、全然何もしないですよ。いやいや、マジでただ聞けっていう動画出してくださ いやいや、もうマジでケンちゃんのおかげだと思って100m 一番弱いなと思ったら、はい、もう40人超えてるから、ね。まあ、ちょっとまだまだ力不足だなと思って。でも実際さ、でも純潔含めてやろうと思ったら何人ぐらいいたらいける？いやでも今度はもう今度って言っちゃうよ、明日なのに。はい、明日のことなのにもう今度の話してんだけど、でも今度もやりたいんですよ。はい、やりますよ。そうそうそう。で、今度やるときは松井くんももっと活躍しやすい1500やる。およし、頑張ります。そこ一番強いですね。よし。それに合わせてちゃんと 100m 入れて、はい、今日ね話してたんだけど、はい、どういうタイトルだったらいろんな人が来やすいかなっていうのをちょっと考えて、はいはい、なるほど。で、それを一期一会にしよう。一期一会、はい、出会いが大事っていうことで、はいはい、一期が要は1500、はいはい、で1が100、はい、絵が800。いや面白いっすよ、ね、面白い。1500、100、800で151。おお、これ全部走らんで全部走るんですね。でもトータル、トータルでもいいんじゃない？まあ、ちょっと1500と800ちょっと質が被ってる。ああ、1でいいかな。ポイント制にして、ポイント制にして、あの十種競技のポイント出せるから、うん、はい、トータルタイム出せる。いや別にやらないと思うそれは。やらないし、それはいいと思う。鉄人が一番活躍できる。そこにさらに腕立て伏せ10回プラス1500m 走とかね。あのプランク何分やる？プランク正しくなかったら当てるから。そうそうそう。それは面白い。俺が自分で主催しときだから、俺なんか半分ぐらいしか走ってないのに108回 200m 走ってくれたから、はい、そうですね。あれ200m 走って108回したんですか、はい、やば、全部やりましたね。半分しか走ってない。それでだいぶきついけどね。で、一番最初に出会ったのが実はどこかっていうとカナダなんだよね。実はカナダ、いや、ホノルルマラソンです。カナダのアイアンマン、アイアンマン行ってたでしょ。アイアンマンは行ってましたね。その時俺も行ってた。はい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 。その時松井くんって知らなかったけど、はい、なんかあの時24歳以下の部で出てたんでしょ。そうですね、22とか。そうそうそう、はい、で若造がカナダにまで来るの。確かにアイアンマンすごいっすよね。でその時は知らなかったよ、松井くんだったよ、はい、それ、はいはい、でその後ホノルルマラソンでたまたまこう走っててカメラ撮ってて、はいはい、俺 あのデビュー作 のホノルルマラソンの動画で、はいはいはい、なんでこんなクソ暑いのになんでこんなロングタイツだしたあのカップルでしたよ。そうです、そうです。と思ってちょっと気になって声かけてこうやってヤッホーって。そうです、そうです。実はあの初期メンバーに近い実は初期メンバーだいぶ昔にあれ一本目ですか。そうそうそう。いや、一本目が処女作に近くて僕が編集したものとしては、はいはいはい、この上までわざわざ行ったにもかかわらず尺が5分。まあまあ、初心者 YouTuber あるあるある。まだどうやって撮っていいかよくわかんないです、はいはいはい、なのであのテロップも全部なんかまあ工夫がないということで、あの今日はありがとうございました。ありがとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。今日はとりあえず、まあ、英気を養っていただいて、はい、明日頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯するの忘れてました、はい、乾杯しましょう。乾杯しましょう。はい、あの僕のお得意なあの安いやつですね。ありがとうございます。明日試合だから水しか飲まないすごい、手伝いがします。アスリートの鏡。いや、さすがにビールは無理っすね。今日はありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。明日頑張りましょう。ありがとうございます。このローカルにいてこんなにあの素敵な人たちと絡めることじゃないし、いや素敵な人たちで来てくださるのは、田川さんは憧れの人でしたからね。会社の頃からずっと見せて、いつか会いたいなと思ったら、うん、まさか一緒に仕事できることだろうとは、うん、今目の前にいることがちょっと感動する。そうですね。いや、それ言い過ぎよ。まあ、なんだかんだでも YouTube やる以上は多少の承認欲求があって、まあそうですよ、ありますよ、ね、そういう中ね、承認欲求が満たされることはまあない。カットを言ってじゃあ出したい情報があるかっていうか、スマホもないし、まあそうですね、キャッチーなものがないから当然再生数もいないし、はいはい、承認欲求がどんどんね落ちていく。でもこれあれですね、陸上系 YouTuber って結構自分の記録出したりとか、うん、無茶な練習してみたりとかするじゃないですか、はいはい、でも我々も年じゃないですか
だからできなくなってくるし、大体無茶ができなくなってくるし。あれ松井くん何歳だっけ？29です。あ、ピチピチ若いですか。だからこそ、なんか他の YouTuber も最初無茶してるじゃないですか、ネットスコーラとかっていうの。だんだんなんかトーク系の方に移行してくるじゃないですか。まあね、だからタダーさんもそのフェーズなんじゃないですか。いや、ぶっちゃけ喋ってなんとかなるのかすげー最高だなと思うんだけど、もう喋るネタも最近ないから。あ、でもだから誰かの対談みたいな感じ。対談系で。対談ってなんかいないのよということで、今日はですね、たこ焼きをちょっとやっておりまして、はい、で、このたこ焼きの中が、まあ、アトラクションが、アトラクションが、ね、はい、入っておりまして、はい、で、今日はですね、はい、そのアトラクションたこ焼きを、はい、アトラクションで、はい、アトラクションで、一人一つずつね、はい、順々に食べていってですね、はい、アトラクションを楽しもうという会をやっていこうと思います。じゃあ、ご準備のほどよろしくお願いします。この中にですね、もうちょっとアトラクションとかわけのわかんないこと言うのやめてですね、はい、ロシアンでございますと、まあ、1個らしいです。1個優勝ね。1個優勝、1個優勝、1個優勝、はい、優勝したらどうしようかな、なんかプレゼントしようかな。マジっすか。なんかじゃあ優勝したいな。で、自分が優勝したらマックスフライ。マックスライ、マックスライ、オッケー、マックスライらしいです。やすじゃあ、とりあえず1つ、はい、1つ選びましょう。いや、それ端っこにいることはないでしょっていうね、うん、いやでもさっきいろいろ回してたからな。そう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 。結構確率すごいっすね。え、結構いい感じになって。だって24かでしょ、これ24分の1引いたら結構すごいっすよ、うん、最初。確かにね。これこんなつまんないことやらないよね。これすごいやらない。一発目で引きゃしないよね。やらない。あんなね、つまんないことしないよね。もちろんです。このロシアンルーレット、人のロシアンルーレット楽しいのかな、これみんな。あ、じゃあ、いただきます。いただきます。うん、美味しくいただきました。ケンちゃん猫舌すぎるじゃん。弱いね。いや、たこ焼き食べたことないって言うんでね。あー、明日ラーフェス楽しみですね。楽しみですね、ラーフェス。正直ね、トラック大会、うん、こんだけ記録、大会事業やってるから初めてなの。あ、そうなんだ。トラック大会自体は、うん、ぶっ込みすぎだね。いろいろモリモリですよ、ね、モリモリすぎたなと思う。ちょっと反省してるんだよね。あれ100の決勝と前の間だけ30分しか空いてないのがきついなと思う。あ、もう前のもうアトラクションだから。いや、ラップ前のも勝ちに行く。なんならラップでベストじゃないなんならここでも勝ちに行ってもらっていいのか。ここでも勝ちがよ。はい、じゃあ 2投目いきます。2投目、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。セーフ。まあ、もっと宇宙で盛り上がっただけですからね。こんな30人と見てる。いやー、俺は楽しいよ。いやー、だってほら、普段一人だから。でも一人じゃないじゃないですか。いやいや、ラストさんさ。さあ、3度目いきましょう。3度目、はい、3度目、レッツゴー。これいこう。あー、これ、あ、やっぱりね、やり慣れていくね。せーの。あっ、くっ。あ、うん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 、何かがやばい、何かがやばいっていう。やばい、顔がすごい赤くなってきた。何かがやばいって言っているぞ。ちょっと情報処理が落ち着いてないかな。お水いっぱいあるよ。どっちなんだい。落ち着くらしいよ。ということで、ロシアンルーレット、これ入れます。どれに入れようかな。真ん中はベタじゃけえな。ニュここで誰が取るでしょう。めちゃくちゃ痛い。痛い。何が、ちょっと何が打ったんですか。え、わさび。やばい。いやー、素晴らしい。痛かった。いやー、今も痛い。大丈夫。
さあ、面白かったケンちゃんの勝ちということで、じゃあ勝ち、ケンちゃんの勝ち、じゃあ、松浦ってことで明日も勝っちゃうし、今日も勝っちゃうんですね。まあですね、いや、さすが明日松浦で勝ちますんで、Amazon の使用のリスト概要欄に貼ってくんで、皆さんプレゼントお願いしますということで、あの、ケンちゃんが勝ちということで、明日もね、勝ってくださいね。はい、まあ残ってますもんね、食能が絡がってるこれ、あの、これこういうのネタ初めてやったんだけど、こういうふうになるんだね。うん、結構ね、舐めてた。ちょっとまたあの、ハロウィンでリベンジしよう。ハロウィンで、ハロウィンで、はい、ハロウィンで。ということで、またゲスト呼んでいただきたい。いやー、しようか。ちゃんと仕事しよう。あれ、僕もハロウィンで呼んでもらえる。いや、もちろん、もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロウィンで。ハロウィンで会いましょう、また。やっぱね、縁大事だから。はい。縁がある人が大事。自己主張してくれる人が嬉しい。迷わなくて。家族ですからね。そう。ここに次、キャッスル来るから。それ最高っすね。ここにキャッスルが来る。ちょっともうキャッスルにはもうわさび入りをもうそのままプレゼントしてみたいですね。あ、そうですね。もうみんな仕組んでね、グルで。ということで、明日頑張りまーす。はい、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらです。